茶を開封します。まずは日曜日なのでこれもさあ、今日はみんなマック、これなんだろうね、スゴロク、6個買ったので6個もらいました。はい、ママまだ中見てない。あ、本当にスゴロクなんだ。あ、これを取るのね。オッケーオッケー、これで今度遊ぼう。ジャイアント、のび太、あいつなんだっけ、ん、スネ夫だけ。ない、そうなの。あ、しかも今回はこれなのね。映るかな、映ってるかな、映ってるかな。今回のやつは全6種類。はい、6個買ったから6種類、うん、6種類全部被らないことは絶対ないな、うん、では食べながら、食べながらまず食べましょう。どうぞ、うん、ママはコーラ、チーズバーガー、冷えてるけどね、はい、うん、おいしい、うん、ね、これって何で、この野菜、ピクルス、ピクルス、美味しい。そうそう、ね、なんでここに見えるかな、ここにひな祭りのがまだ飾ってあるんですかって言われたんだけど、鹿児島はそう4月18日の急ひな祭り、一級ひな祭り、旧暦だ、旧暦でお祝いするので、ひな祭りは普通より1ヶ月ぐらい遅い、七夕と同じだ、ね、そうそう、七夕も1ヶ月遅いので、なのでまだここもだし、こっちもまだ撮影中のこっちもひな祭りです。この水鉄砲か、うん、何が出るか楽しみだね。ではではもぐもぐタイムお願いします。まだ触らないで、まだじゃんけんしてから触る、うん、さあ待ってでは、じゃんけん、ではじゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい、よしあげじゃんけんぽい、はい、1番、あ、もう触るのなし、さっていい、触るのありんず、さにする、あ、触るのありんずがかわいい、ありんずしよう、次、最初グージャケッパイ、最初グージャケッパイ、さっきの好きなの、急げ、寒いんじゃない、では開けます、では1個ずつ、せっちゃんから、かぶらないといいけど、かぶってそうな気がする、あ、せっちゃんかぶしい、ほら、何？何？これ磁石なの。見して。磁石パレット。こうやって。近くにしに来て。うん、今。
そうやってするやつなんだ。次やってではあれちゃん。え、なんでしょう。違う。あ、いった。あ、欲しい。水鉄砲。水鉄砲。やった。当たんなか。よし。あ、ここをこうやって。水鉄砲、これ水鉄砲なの？うん、はい、じいちゃん、はい。次は海賊船水鉄砲。はい、次はしょちゃん。うん、今日フルで遊んでみよう。あら、どこでもドア。おお、どうなるの？あ、だから出れちゃった。あ、3D って感じ。見て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 。動いて見えない？3パターンでくるから、2パターン。めっちゃ加速させて。動いて見えてる。2パターンかな。うん。これはこれだけ。かわいいね。はい。並べてってね、机の上に。次はせっちゃん。お、いけた。かぶりませんように。かぶった？かぶってない？お、空気砲。何それ飛ばすの？うん、こっちに。これ前ポケモンでもカビックスまさかの被らないじゃん。まさかの。あ、びっくり。そんなに飛ばなかった。びっくりした。うん、はい。やっていい。次。どうぞ。あ、ブルーだ。あれ、こうやって鳴ってる。お、かぶってない。かぶってない。あ、お。ビックあら、今出てる。それは何？これなんか弱いやつ。ん？え、これをセット？お、セットする。あ、セットしたらどれ？あ、じゃあ私開けてみる。よし。セットしてこれは何かこれは何の動物かって。すごい飛ぶのかと思ってすごい心配した。映画ドラえもん、のび太の高島に登場するクイズ。ふわ、ダギ型ロボットで。折れるよ。オウムでしょ、オウムでしょ。猫型ロボットだったらどうなる？では行きます。りっちゃんの鳥だな。あ、鳥。あら、チャラー。入れてみて。じゃあこれは？ダメ、全部入れるんだから。一個だけでいいよ。ママ、はい、シャッフルするよ。シャッフル、シャッフル。どれ？はい、ちょ、引いて。これ。これを。映画ドラマ。ダメじゃん、流れちゃう。こうやったら答えがわかるやつだ。すごいね。次は？おお、ちょっと待って、はい、りちゃん。ではラスト、しょっちゃん。おお、あ、これで遊んどこう。あれ、これってコンプじゃない？あ、コンプ。コンプ。コンプ。コンプ？え、何個せ、全部でいくつ入ってる？すごい。あら、ここ。ごめんね、何度も投げてるけど。コンプ？コンプだと思う。すごいじゃん。フルコンプ。これはメロパだよ。これメロパだ。ほらあれ。次、のび太くんには天才的な特技があります。あやとりだわ。あやとりだ。あや、あや。あれこれ。ああ、わかったこれ。近くに来れる？あ、じゃあ、はい、これ、はい。映画ドラえもん、のび太くんに乗ってる感じ。のび太くんが乗ってる名前を。すごい。ではりーちゃん、はい、皆さん自分が当てたやつを全部持ってください。これが3番目に欲しかったやつ。あ、最初なんだろう。ヒーゲー。ではせっちゃん見せて。あ、せっちゃんがクッキージューとプリンセスシズカゴメロプリンセスシズカゴで、りーちゃんが水鉄砲と水鉄砲と問題解きくん。よしよし。チャレンジドラえもんクイズで、しょっちゃんがどこでもドアと波乗り海賊船。波乗り海賊船。あれ、これシールがついてる。うん、何に？波乗り海賊船。あ、そっちにシールがついてんだ。本当だ、すごいね。わかった。これ別の世界にこれを中にシール入れたら行くんじゃない？わ、かもか。どういうこと？出てこないよ。ここほら、間にカードが入ってる。
じゃあ開けて。りっちゃんのパワーだった。終わりだ。え？終わりだっつった？開けれた？秘密の味。カードだったの。カード入れてんのよ。よし、これを。それでりっちゃん。はい、じゃあ。はい、貸して。はい。え、これ入れるやつなの？楽しい。え、貸して。じゃあ私これ貸して。待って、これなんで？これは何？中に入れるようになってんの？え、これ取れるでしょ。待って、これ貸して。あ、中に入れるようになってないよ。待って、ちょっと貸せて。しょっちゃんのやつにはこれにこうやってシールを貼って遊ぶやつが入ってるんだ。これに貼るんだって。では皆さんフルコンプ見せてください。フルコンプ、はい、しょっちゃん初じゃない？1回のお買い物で1回のやつでフルコンプしたの。すごい、ね、もしかしたら分かるのかもしれない、ね、もしかしたら6個買った人に合う全種類買った全種類くるの。え、でも前6個買ったけど当たらなかったじゃん。リカちゃんとかの。すごいね。私が欲しかったあの紫色のリカちゃんゲットできなかった。では、はい、しょっちゃんこれ。では今回はフルコンプできたので聞いてますか？はい、聞いてます。ほらほら変わるんじゃない？ほら変わった。何が言った？言った通りだ。変わってないよ。変わるよ。だからあ、シールそこに貼るんだ。うん。ではもしもし、はい、では皆さんフルコンプしたのでよかったね。初のフルコンプかな。1回でぽいよね。では皆さんもぜひ買ってみてください。